こんにちは、かいちです。今回もキングダムニューランズやっていきます。皆さんお帰りなさい。ですね、前回そのスカルアイランドを失敗してから、最初の島をもう一度やり、でこのあれですね、今後ろに乗ってるバリスタバーさんを探す旅に出かけまして、最初の島で3つ目の島っていうのを何回か繰り返して、まあ本当に家ガチャですよね。ガチャって開けたら何が出るかな、おじいさんかパンバーさんかっていうのを繰り返し、ようやくバリスタバーさんが見つかって、で3つ目の島も制圧して、で船もこの通りバッチリというところからスタートします。なんか衣装が黄色いんですよね。そこがちょっといい感じです。さあ、で最初の島だったかな、ユニコーンが出たんですよ。ちょっと心動きましたね。どうしよう、ユニコーンで行っちゃおうかなみたいなユニコーンで、あ、びっくりした、これユニコーンじゃないよね。あ、白馬だ、普通の白馬だ、よかったよかった。まあそれはいかんなと思いました。まあ最初はやっぱその普通に撃破して、あ、大工いるよね、大工いなかったらきついぞ。あ、いるよね、よかったよかったよかった。そう、この辺の確認もしっかりしとかないとね。あのバリスタバーさん、なんか嫌な予感がするんだけど、バリスタバーさんいませんよってオチはないよね。あれ、ちょっとバリスタのおばあさんいないんじゃないですかこれ。ふっそー。今収録してますよね。よし、まあこれ動画にするか。ですね、今さっきの島は、いや、ここにバリスタバーさんいなかったんで、さっきの島から出るところを録画してたんで、それを見直してみたんですよ。そしたらその船に乗り込む時が夜で、出発しようと思ったらバリスタバーさん降りてましたね、馬から。で多分自分の中で意識としては、壁際の狩人からコインめっちゃくちゃいっぱいもらったんですよ。で、あれってこうジャリ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 ってコインもらえるんですけど、そのまま乗り込むと結構引き継げちゃうんですよね。で今回はちょうどその桟橋に着く頃にはもう全部入金終わっちゃってたんで、その効果得られなかったんですけど、もうコインの方ばっか注意して見てたら、バリスタバーさんが後ろを降りるの気づかなかったっていう。結構時間かかったんだけどな、あそこまで行くの。よし、失敗、もう一回行きます。ということで、またここまで来ました。今編集したらポンポンって感じなんですけども、結構時間使えますねアホだった、本当アホだった。で一応この島にクマもいるんで、クマにしようかすごい悩みました。たださっきのプレイでクマとしてのその攻撃で、まあ攻撃も役に立つんだよな。どっちの方がいいんでしょうね。ちょっとスタミナの白でいこうかなと思ったんですが、やっぱ序盤のそのコイン稼ぎにはクマがいいんですよね。クマにしとこう。よし、右よし左よしですね。
夕日に向かって出発しましょう。よし、バリスタバーさんはちゃんと後ろに乗ってる。よしよしよし、よしよし。さあ、ようやくリベンジマッチ。さあ、ガンガン行きましょう。まずは右を索敵していきます。お、いきなり活躍どころだ。序盤はクマだ。でもクマは歩けばいいですからね。ゆっくり行きましょう。よいしょ。よいしょ、切り込めるとこもちゃんとチェックして行きます。ポータルかな。家と家、あ、ポータルか。しまった、メモしてたら鹿に逃げられた。ほっ、あ、ダッシュできなかった。で、2個目のポータルがあってキャンプか。大行くぞ。で、ポータルね。鹿さん待ってよ。ほっ。ほっ。で、壁か。よし、じゃあ左側行きますね。あ、もう日が暮れるな。さあ、ここ重要。ああ、宝箱か。おい、いっぱい来たな。被害は最小限にね。お、よかったよかった。モニュメント左結構進めるな。最初はポータルか。出た、難易度高っ。ちょっと離れてるな。左から行かないかんな。ポータルがあって、宝箱か。できれば今はちょっと取りたくないな。
弓。結構弓は普通にあるっぽいな。で、ボタルで。ああ、でも大工像と弓像が離れてるとやりづらいな。キャンプ壁か。いいっすね。ちょっとさっきが、さあ大工さんおいで。もう右側は結構やったっしょ。よし。大工さん何人いるんだろうな。さあ夜はね、こんだけしこたま貯めてきたから守るよ。君が最後か。ほら。一人しかいないな。すぐに立派なバリスタを作ってあげるから。まあやっぱりクマでいいよね。うん、仮置きって考えてたけど、ここまででいいな。こりゃ大変だ。ブラッドムーンか。ブラッドムーンで思ったんですけど、あのブラッドムーンが終わってからこう出兵するようにしてたんですけど、あんま良くないですね。その出兵してリベンジがあって、その後ブラッドムーンが終わってから一気に壁を進めた方がいいなと思いました。そうか、もう新しい人が来ないからまずいな。左側のポータル遠いな。壁の間際だからちょっと3人ぐらいいてほしいけど、いないか。ここも高台作ってるけど誰も乗らないですもんね。乗る人がいない。よし、右行くか。届かんな。あ、ってことで、まあどうだろうな、まあ、場所は仕切っておくかもわかんないですけど、一応この動画はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。